はいおー、ミッツァブートキャンプのミッチュです。いやー、ド S の皆さんお元気ですか。ド M のミッチュです。さあ、前回の動画でですね、イロハスランタンやったんですけど、イロハスランタンをね、こうビール飲みながらこう見てたら、ちょっと待てよと、これを使えばあれができるじゃないか、こいつとこいつであれができるじゃないかと思ったことが見つけましたんで、なんとですね、このアサヒのジョッキ缶、これでもうご飯炊きましょうね。はい、ご飯ですね。世の中はまあやれ飯盒だとか、最近流行りのメスティンだとか、そんなものをね使ってご飯炊いてますけれども、そんなものはいらないんだと、キャンプ道具ありものだけでできるんだということでですね、この蒸気缶、そうですよ、こいつを使えばご飯が炊けるんです。そうです、そうだよ、ということでですね、これでご飯炊きたいと思います。はい、今日もねこれでね、はい、なんて言ったってこの蒸気缶、もう蓋をねパコって開けて、この飲んだ後のやつですよ、これをねしっかり洗って乾かしてですね、これにもうご飯が炊けるわけです、ね、缶でもうすでにここ丸くもう開いてるわけですから、これはもう使えるぞということで、これでねご飯を炊きたいと思います。で、1合をね炊こうかなと思ったんですけど、1合炊けるんです、これでも1合炊けます。でも1合って意外とご飯茶碗、まあ普通のご飯茶碗だったら3杯分ぐらいとか、ちょっと大きめなやつだったら丼とかだったらまあ2杯分ぐらいとか結構炊けちゃうんですよ、意外と。なんで今回は1合の半分、半合です、0.5 合を炊こうかなと思っております。はい、なんでここにですねもうすでに測ってあります。1合皆さん大体どのぐらいかお分かりですか。1合は大体ね150g です。なんで150g の半分 75g、 こいつを炊いていきたいと思います。測ってきたんでね、 75g で、私はですねこれ無洗米を使います。はい、無洗米を使います。もう研がなくていいやつね。で、お水です。はい、イロハスランタンでお水です。で、1合を炊くのに必要なお水はだいたいね200ml です。なんで 200ml の半分だから 100ml でも無洗米を使うんですね。無洗米を美味しく炊くにはちょっとお水を多めにしないといけないんで、100ml よりちょっと多め、110、120ぐらいかなのお水を入れて、はい、これで炊きたいと思います。はい、これで炊いていきますけれども、まあこの状態で、30分、約30分ぐらいですね、30分からまあ40分ぐらいちょっと浸水というかお水を含ませないといけないわけでございます。はい、そうなんですよ、このまま30分、そんなにリアルタイムで待つのみたいな、ね、そんなこと言ったら怒られますんでですね、はい、じゃあもうここにドーンと、はい、もうすでに用意してあります。じゃっじゃらーんと、で、ここにねアルミ、もうこれこれアルミをね忘れてたアルミをかぶせて、こうやって、そうですそうです、こういう状態にして炊くわけです。もうここにねもうすでに30分以上浸水させたやつを私はもう用意してありますから、はい、ご安心ください。今からこいつを炊いていきますね。はい、じゃあ炊いていく前にちょっとね
待つわけですから、飲んじゃいましょう、ね、はい、今日も飲みたいと思います。さあ今日もビールを探せ、ビールを探せ。さあ皆さん、今日のビールはどこでしょう、今日のビールはどこでしょう、ててててててて、今日のビール、今日のビールはどこだ、今日のビールはどこだ、今日のビールはどこだ。さあ今日のビールはてってれん、ここでした。はいはい、ビールはですね、もうここに隠れておりました。え、簡単でした。はい、もう30分浸水したやつはここにあるんです、実は。はい、というわけで乾杯、皆さん乾杯、よいしょ。うわ、やばいやばい、いやいやいや、めっちゃ泡が溢れた。調子に乗ったらですね、こんな感じになってしまいましたね。あー、すいません。うん。いやいや、ちょっと慌てちゃった。いや、じゃあですね、ちょっと早速炊いていきたいと思います。うん、よいしょ。全体を通してちょっとね、皆さんもカセットコンロとかにこんな感じで網を乗せてね、はい、炊いていってもらえたらかと思います。ちょっと沸騰するまでは、あの強火で沸騰したら、ちょっと弱火でっていう風な形にしていこうかなと思ってるんですけども、まあ、ちょっとね、まあトータル1合だったら沸騰するまでちょっと強火でもいいと思うんですけど、今回は半合 0.5 合なんで、ちょっとね弱火で全体的にやっていこうかなと思います。うん、ちょっとねお水の具合見ながらやっていこうかなと思います。はい、なんでおつまみが欲しいなっていうことで、はい、おつまみ、おつまみ、明太子、明太子、福岡の味、切れ子です。はい、もうね、明太子をね、ちょっとこのそばで焼きながら待とうかなと思うとります、思うとります。ああ、いいじゃないですか。あ、うん、うん、こいつをね、ちょっとつまみながらちょっとご飯の様子を見ながらですね、食べていきたいと思いますけれども、うん、うん、ね、これはいいぞ。明太子をね、焼きながら、うん、あ、こぼれちゃうこぼれちゃう、うん、ちょっと温めつつご飯の様子見ながらね。うん、いい感じ、いい感じ。ご飯がメインだからね、ちょっと明太子が侵食されないように。よいしょよいしょ。ああ、粒が落ちちゃった。うん、ああ、ちょっとですね、
皆様ゴールデンウィークはいかがでしたか。ゴールデンウィークを終わってからですね、ちょっとキャンプにね行こうと思ったんですけど、どうもこう天気となかなか折り合いがつかない私でございます。そうなんですよ。まあゴールデンウィーク中はねやっぱり人多いなと思って、ゴールデンウィークを外してお休みを取ってですねキャンプに行こうと思ったんですけど、なんだろう、休み取った時になんかこう雨降りそうだったりとか、そうなんですよね、そういう時に限ってなんか雨が降りそうだったりとか、そんな状態なんですけど、なんか天気にこう翻弄されている感じでございます。どうかな、ちょっと様子見ながら、まだまだって感じかな。少し強めにかけようかな。これだとね、災害の時とかね、災害が起こったりとかした時、飯盒があるとは限らないわけじゃないですかね。ネスティングがあるとは限らないわけです。そういう時に関西あればできてしまう。素晴らしい。お、もうなんか炙り明太子が出来上がっちゃいましたね。プチプチ炙り明太子が、明太子の方が出来上がっちゃったかな。うまい。こりゃいいですな、こりゃいいですな。ちょっとねレアめなところとこう炙ったところがあるのがいいですね。よいしょ。いいな。これね、炭火とかでやると結構時間かかったりとかするんで、カセットコンロとかね、多分そっちの方がいいと思いますけど、そうですね、まあ弱火でちょっとやろうかなってずっと思ったんですけど、少しちょっと沸騰するまでやっぱりちょっと強火にかけてもいいかなっていう感じですね。時間がかかりそうだな。お、明太子が出来上がりましたよ。ああ、ちょっとレアめな方が好き。美味しい。うまい。ああ。福岡の人はですね、基本切れ子だと思うんですよね。なんかね、冷蔵庫の中にやっぱり明太子は常備してあるんですけど、落ちちゃった。基本ね、ちゃんとした明太子とかは来客用ですよね。自分たちで食べるやつは基本切れ子です。なんか破れちゃったりとかしたやつが
こうね売り物にならなかったりとかするやつとかを売ってたりするんですけど、基本キダコですね。でも十分ですよね、安いし美味しいし。さあどうだ、お沸騰してきた、沸騰してきましたよ。よし、いい感じ。じゃあ沸騰してきたところでちょっとね弱火にして、じわりじわりと火を通していきたいと思いますけど、うん、 OKOK、 うん、あー、なんかですね、こう、あ、すごい、もう完全に沸騰しましたね。よいしょ、ちょっと重しとかつけてた方がいいのかな、何か重しになるようなのがないかな、ちょっと重しつけたんだよ。なんか缶詰とか重しにかけたりとかするのがいいかもしれないですね。そしたら缶詰も一緒に温めれるからいいかな。まあ全然なくてもちょっとね抑え気味でも全然いいと思うんですけど、うん、こんな感じで盛り上がってきたら少し弱火にしてで待ちましょうね。な、うん、暗号ですとか、ね、メスティンがなくてもできると、うん、素晴らしい、うん、あー美味しい、いいですね。赤子泣いても蓋取るなと言われてますけど、蓋取ってやるっていうね、こんな感じか、ちょっと見ながらやらないとね、うん、1号はねやったことあるんですけど、半号は今回ちょっと初めてなんですよ。半号？半号？半号だったら半号になっちゃう0.5 号、うん、炊くのは初めてなので、ちょっと様子見ながらありますけど、うん、うん、おもうちょいだな、まだまだ、まだまだ、うん、ね、おつまみをそばで一緒に焼きながら、うん、できるっていうのもいいかなと思いますけど、うん、おすすめですよ。あーすごい、めっちゃ吹きそう。1号でね作ると、あの吹きこぼれちゃうんですよ結構。だから 0.5 号でもいいかなと思ったんですけどね。うん、 0.5 号で様子見ながら作ると吹きこぼれなくていいかも。あ、吹きこぼれそう。吹きこぼれそう。えい。吹きこぼれそうな時はちょっと弱火で。ちょっとやめて。うん。
ですね、やっぱり前もって休み取るじゃないですか。んで近づいてくるとこうなんか雨予報とかになっちゃって雨予報かみたいな。じゃあちょっと今回はやめとこうかなみたいな感じで思うと、いざ当日になると雨そんなに降らないみたいな。まあ確かに夜は降ってたけど、明けたらちょっと止んじゃったみたいな、なんかそんな感じで結構タイミングをこう翻弄されてます。なかなかうまいこといかないですけどね。まあ、そんな時はもう腹をくくってもう家でゆっくりキャンプ気分を楽しむっていうのがいいかもしれないですね。うん、うん、うまい、おいしい。あ、そういえばあの最近なるべく納豆とキムチとあとねサバとかお魚をなるべく取るようにしてるんですよ。そしたらね、意外とどんぐらいかな、1週間まあね、1週間ぐらいかな、なるべくこう気をつけて食べるようにしてったら結構花粉症が良くなってきたような気がします。うん、なんかちょっと改善されてきたようなそんな気がするんですよね。ちょっとね調べてみたら、なるべく小麦とかあの、ね、ジャンクフードとかを食べない方が花粉症はいいですよみたいな、そんな感じらしいんですけど、そこでちょっと疑問を感じたんですよ。あのおお、だいぶ良くなってきた。もうそろそろできそう。ちょっとね、最後強火に。おこげちゃんができるといいな。うん。ね、ちょっとね、あの、思ったんですけど、あの、ジャンクなものとか、なるべく食べない方がいいよ。ね、欧米化した食事が、あのよろしくないよっていうふうに、まあ、調べてこう出てきたんですよね。じゃああの何だろう、日本に住んで結構長い期間経ってる外人の方っているじゃないですか。あのそういう人ってあの花粉症ならねえのかなって思ったんですよ。うん、ちょっと強火で最後ね、あの日本にね越してきてこうしばらくこう立った欧米出身の方とかいるじゃないですか。そういう方とかってなんだろう、あのこう花粉症とかならないんですかね。よし、どうだ、いい感じじゃないですか。おお、いい感じじゃないですか。よし、でちょっとね OK、いい感じ、熱々熱々、しまった、しまった、なんかタオルみたいなの持ってけよ、ちょっとティッシュで、よいしょ、はい、蒸らし
このままひっくり返して蒸らします。ちょっと蒸らします。その間は炙り明太子が主役いやー美味しそう。うん、うまい、最高。うんね、どうなんでしょうね。だって要は欧米化された食がこう花粉症に良くないですよね。やっぱ長いこと日本に住んでる外国の方って食事はやっぱり欧米化のやっぱり食事なんじゃないかなとは思うんで、だからそういう人は花粉症にならないのかな、なるんじゃないかなとかって思ったりするんですけど、どうなんだろうね。なんかこうもしこう長いことこう日本に住んでますよっていう人と出会えたらちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、うん、花粉症になりませんでしたみたいな。ね、そう思うんですけどね。花粉症ということは理屈で言うとそういう人も長いこと日本にいると花粉症になるんじゃないかなみたいなって思うんですけど、ならないのかな。うん、うん、はい、よし、ちょっともう待てない。よっしゃ、出来上がり、熱熱熱熱熱ですよ。炊き上がりましたよ。よし、皆さんどうぞご飯、ほらほらほら見えるかな、炊き上がったご飯見えるかな。よし、おお、ああすごい、あち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 、どうだろう、おバッチリ、うん、おいしい、すごいすごい、熱々、熱々ですよ。バッチリ出来上がったけど、あの明太子がね炙り明太子の方がちょっと追いつ、もう追いつかない状態になっちゃうつまみで食べちゃった。おお、もうちょっとね、やっぱり10分ぐらい蒸らしはしといた方がいいかなと思うんですけど、これでも十分。おお、すごいすごい、あー綺麗に炊けた、熱っ熱っ熱っ、おーすごい、あちあち、よいしょ、熱っ熱っですよ。よし、きれいに、ああ炊けた、うん、お声がねできたかなと思ったらもうちょっとこうかました方が良かったかな。まあお声がね好きな方はお焦げありでも全然コントロールできると思うんですよね。よいしょ、あ、いいんじゃないですか。よいしょ、うん、あ、こぼれちゃうこぼれちゃう、うん、じゃん、はい、炊けました、ご飯、ほら
ね、しっかりご飯、綺麗なご飯でしょう。炊けてます。バッチリ。うん。あのね。うん、おいしい。うん。ちょっとやっぱりそこの方は少しお焦げになってる感じで。いいですよね。おいしいお焦げご飯。うん。もうちょっとね、お焦げつけてっていうのでもよかったかも。いや、でもね、全然いいですよ。はい。そして、炙り明太子を乗せて、明太子ご飯でーん、明太子ご飯やったね。うん、やばい、こらうまいよ。うん、うまっ。うん、最高、これは美味しい、たまんない、うまっ。うん、うん、熱々炊きたて、うん、美味しい、最高。うん、芯も残ってなくてバッチリですね、美味しい。うん、量もね、シェラカップ1杯分ぐらいです。ちょうどいいですよ。やっぱり半合ね、 0.5 合ぐらいの量が一番いいんじゃないかなと思います。うん、うまい、うまい、うん、超おいしい。うん、うまい、はあ、いいなぁ。こうね、飲んだ後の締めで、飲みながらね、作って、最後の締めでご飯で、いや、最高ですよ、これは。うん、立派に炊けてる。うん、ね、缶ご飯でも立派に炊けますよ。うん、ただちょっとね、あのビールの缶から出てくるのはどうなんだっていう人もいるかもしれないですけど、まあ僕はそんなに関係で、あの僕はそんなに気にしないんですけど、やっぱりこうちょっとね、あのビールの缶からご飯が出てくるのってどうなんだみたいな人もいるかもしれないからね。ここはなんか違う缶でね、あのみかんの缶とかラベル剥がして、あのシルバーのままとかの方が、あっちの方がいいのかもしれないですけどね、うん、僕はね、これでも全然 OK ですけど、うん、うん、うまい、うん、うん、おいしい、あー、ちょうどいい。うん、うん、量もちょうどいい、最高。いや、美味しかった。うん、うん、ジョッキ缶ご飯大成功ですね。はい、皆さんもぜひ試してみてください。はい、ね、試した用法とか、なんかこういう方法もありますよとか、別にこんな感じにした方がいいですよみたいなのもあったらね、ぜひぜひあのコメントください。あー、意外と良かったな。うん、大成功。ぜひぜひ皆さんも試してみてください。どうもありがとうございました。三ツ矢ブートキャンプでした。バイバイ。